次に本村信子君。日本共産党本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まず先ほどもご議論ございましたけれども、最高裁判決の関係で伺いたいというふうに思います。日本郵政グループはですね、先ほどもお話がありましたように大変非正規雇用が多い会社となっております。で、日本郵政は非正規社員の方々が 56.3%、 日本郵便は 48.8% が非正規雇用の方々でございます。で、老後のことも含めまして、貧困をなくすためにも非正規の方々の処遇改善、先ほども正社員化ということもありましたけれども、この対策は急務だというふうに思っております。で、厚生労働省は法律に基づいて短時間の方や、あるいは有期雇用労働者、派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針を出しております。で、今年4月から大企業には法施行がされております。で、同一労働同一賃金の実現ですとか、あるいは不合理な待遇の禁止、均等待遇などという場合に正社員の労働条件を下げて非正規と合わせるというのであればですね、非正規の方々の待遇は一向に良くならないということになりますし、労働者、日本の労働者全体として労働条件が悪くなってしまうということになるかというふうに思います。で、同一労働同一賃金均等待遇というときにですね、正規の労働条件を下げて非正規の労働条件に合わせるということがあってはならないというふうに思いますけれども、まず厚生労働省にお伺いをしたいと思います。はい、富田大臣官房審議官。お答え申し上げます。同一労働同一賃金の趣旨でございますけれども、非正規雇用労働者の待遇改善でございます。ご指摘のような正社員の待遇を引き下げではなく、不合理に近くなっている方の待遇の改善を図るべきものと考えております。同一労働同一賃金への対応といたしまして、非正規雇用労働者の待遇を引き下げようとするなど、労働条件を不利益に変更する場合、労働契約法上原則として労使双方の合意が必要となります。また労使で合意することなく就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合は、労働契約法の規定に照らして合理的な変更ではなければならないとしております。このため同一労働同一賃金に対応するために、各社の労使で合意することなく正社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とは言えない旨、同一労働同一賃金ガイドラインにおいても明示しております。いずれにいたしましても、各企業において処遇の体系について労使で話し合っていただくことが重要でありますが、非正規雇用労働者の待遇改善が実現されるよう、来年4月のこの同一賃金に関する法律の全面施行に向けて企業への周知支援を行ってまいりたいと考えております。本村君。はい、今日本郵政の社長も日本郵便の社長さんも聞いていただいたというふうに思うんですけれども、大きな企業がやはり範を示さなければならないというふうに思います。正規労働者の労働条件を下げて非正規労働者の労働条件に合わせるのは望ましくないというふうに言われているわけですから、当然日本郵政グループはですね、望ましくないというやり方はやらないということを社長にお約束いただきたいというふうに思います。日本郵政株式会社増田取締役兼代表執行役社長。お答え申し上げます。正社員と機関雇用社員の労働条件は、業務の内容および当該業務に伴う責任の程度、職務内容及び配置の変更の範囲等の違いを踏まえて、労働組合と交渉に基づき定めているところでございました。これまでも重要な戦力でございます機関雇用社員について、モチベーションアップの観点からその処遇改善に努めてきたところでございます。今後とも各社の経営状況、ご指摘のございました指針等、同一労働同一賃金の観点にも留意しながら、労働組合との交渉を通じて機関雇用社員の処遇改善に努めてまいります。また先般
日本郵便に係る労働契約法20条裁判の最高裁判決におきまして、一部労働条件の差異が不合理である旨、判決が出されたところでございまして、会社としても、この問題の重要性に鑑みて、当該判決内容や政府の指針も踏まえて、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について、適切に取り組んでまいります。本村君。法の趣旨からしてですね、望ましくないと言われていることを、大きな企業であり、そして国が株を持っている日本郵政グループがやるべきではないということを強調させていただきたいというふうに思います。で、この強調させていただく背景には、日本郵政がですね、2018年度から一般職の方々などのですね、住居手当をですね、段階的に減らしていくと。で、年末年始手当、年末の廃止ですとか、年始は3日のみなど、正社員の労働条件を引き下げるということをいたしました。で、正社員の労働条件を、元に戻して、非正規の方々の労働条件を引き上げるべきだということも強調させていただきたいというふうに思います。で、先ほど来ご議論がありましたようにですね、日本郵便の非正規雇用である有期雇用社員の方々の格差の是正を求める訴訟で、最高裁判決が10月15日に出されました。で、最高裁は住宅手当、扶養手当、有給の病気休暇、そして夏季冬季休暇、年末年始の勤務手当、年始期間の祝日割増賃金が、日本郵便の正社員にあって、期間雇用社員にないのは不合理で違法と。で、日本郵便は旧労働契約法20条に反する不法行為というふうにして、賠償を認める判決を言い渡しました。で、おかしいことに対しておかしいというふうに声を上げた原告の皆様や関係者の皆様に、心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。で、有期雇用社員の皆様と裁判で戦ってこられた郵政ユニオンの皆様方はですね、最高裁判決を受けて、日本郵便に対して、すべての非正規労働者に対して、未払い分の手当、休暇の賃金相当額の支払いを行うことや、あるいは最高裁判決に認めた手当、休暇の各事項について、2013年4月以降の未払い分と休暇について、賃金相当額の支払いについて求めておられます。また、就業規則、休業規定の改定や、最高裁判決が認めた賠償や手当、休暇制度は、時給制の契約社員、月給制の契約社員、無期転換した社員、高齢再雇用社員にも適用されるべきこと、そして請求期間中に在職し、退職した社員も支給の対象とすることなどを求めておられます。で、この日本郵便、日本郵政がですね、やはり社会的な責任を果たして、格差をなくすために、こうした要求を実現して、均等待遇を実現するべきだというふうに思いますけれども、今一度、今度は日本郵便の社長さんにお願いしたいと思います。日本郵政株式会社衣川取締役。お答えを申し上げます。先ほど日本郵政、増田からもお答えを申し上げましたけれども、この問題の重要性に鑑み、当該最高裁の判決の内容や政府の指針を踏まえ、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでまいりたいと同様に考えてございます。本村君。日本郵便がですね、違法行為を行っていたということが、最高裁から認定をされました。そのことを重く受け止めていただいてですね、働く人を本当に大切にする企業に生まれ変わっていただきたいというふうに思います。で、先ほども非正規がかなり多いというお話をさせていただきましたけれども、恒常的に仕事があるのにですね、6ヶ月で区切って有期雇用にしていることが、そもそもおかしいというふうに思います。働く人を使い捨てにするようなことがあってはならないと思います。
正社員登用というものをもっと進めていくべきだというふうに思っております。で、労働条件に関わる問題はまた後でさせていただきたいというふうに思うんですけれども、もう一つの大問題でございます、還付不正の問題について伺いたいと思います。で、結局ですね、この還付不正の問題、被害総額はいくらで、いくらお返しして、そのお金はどこから出したのか、お示しをいただきたいと思います。市倉さん、はい、日本郵政株式会社、市倉常務執行役。お答え申し上げます。昨年度から今年の9月末の累計額について申し上げます。今回の不適正募集に関しましては、お客様のご利益を回復するために、ご解約等お客様へお支払いをしたもの、またこちらもお客様の利益を回復するために復元等の行為を行い、逆に当社へお支払いをいただいたものと2種類ございます。こちら合わせまして総裁をいたしまして、当社がお支払いを、還付生命がお支払いをした金額は約630億円でございます。お客様へのお支払い等にあたりまして、還付生命におきましては、生命保険会社でございますので、将来の保険金のお支払いに備えて積み立てている準備金がございます。還付生命におきましても、過去にいただきました保険料をもとに積み立てていた準備金、こちらの方を450億円取り崩して充当をいたしております。本村君。はい、それでお話をお伺いいたしますと、まだ返していない方々もいらっしゃると、1割ぐらいは残っているというお話も聞いております。それで具体的に知りたいということで、各地域の、例えば愛知県、岐阜県、静岡県、三重県の東海エリアでは被害どのくらいあるのかと、局ごとにと示してほしいというふうに申し上げましたら、それはまだ出せる段階ではないというふうに言われております。で、日本郵政の社長にお伺いをいたしますけれども、不正の事案ごと、不適切な事案の種類ごとにですね、被害者の都道府県別、局ごとの人数の資料を提出していただきたいと思いますけれども、お願いいたします。日本郵政株式会社、増田取締役兼代表執行役社長。お答えを申し上げます。ただいま委員ご指摘の数値につきましては、都道府県単位での管理は行ってないところでございまして、不適正募集の支払い金額について全国規模で集計をしております。先ほどの答弁でございますが、地域ごとの集計は考えてございません。そして不適正募集に関与した募集人の数については社員の移動もございますので、局ごとの集計は考えておりませんが、一定のエリア単位での分析および集計の必要性は認識をしております。いずれにいたしましても現在、調査の途上でございますので、調査が終了したところでどのような集計を行い、提示すべきかを含め、検討をさせていただきます。本村君。はい、ぜひ提出をしていただきたいというふうに思いますけれども、この還付不正の問題は、全容がまだ解明をされておりませんし、被害者全員の救済もできていない段階でございます。で、そもそもこの郵便法のですね、改定については、日本郵政グループが還付不正をやっており、そして NHK に圧力をかけていた時期にですね、要望をされてきたものでございます。で、まだこの還付不正の問題も決着がついていない、是正ですとか、あるいはやらせていた管理職の人たちはどうするのかと、こともはっきりしていないという中でですね、増田社長もすべてをお客様のためにということで、パンフレットなども出しておられますけれども、そういう中で、ユニバーサルサービスをカットするっていうのは、二重三重におかしいのではないかというふうに思うんですけれども、大臣のご見解、伺いたいと思います。武田総務大臣。還付生命保険の不適正募集の問題についてであります。日本郵政グループにおきまして、10月の5日から信頼回復に向けた業務運営として、既存顧客へのお詫び訪問を開始し、
国民の皆様の信頼回復に努めており、また不利益を受けた顧客の権利回復も進展をしているところと承知をしております。このような状況に考えまして、デジタル化の進展や働き方改革などの社会環境の変化、利用者ニーズの変化、特に最近のコロナ禍による郵便部数の急激な減少などを踏まえ、郵便サービスの将来にわたる安定的な提供を維持するために必要であることから、本案を提出させていただきました。本村君。民営化を進めるさまざまな矛盾が出ているというふうに思いますけれども、でぜひ大臣にはユニバーサルサービスを守る立場に立っていただきたいというふうに思うんです。で、郵政民営化法案の際にですね、参議院の付帯決議がつけられております、1の部分、ユニバーサルサービスについての部分をご紹介いただきたいと思います。総務省にお願いいたします。佐々木情報流通行政局郵政行政部長。お答え申し上げます。ご指摘の付帯決議の最初の事項でございますけれども、国民の貴重な財産であり、国民共有の生活インフラ、セーフティーネットである郵便局ネットワークが維持されるとともに、郵便局において郵便のほか貯金、保険のサービスが確実に提供されるよう、関係法令の適切かつ確実な運用を図り、現行水準が維持され、万が一にも国民の利便に支障が生じないよう万全を期すること、簡易郵便局についても、郵便局ネットワークの重要な一翼を構成するものであり、同様の考え方の下で万全の対応をすることでございます。本村君。付帯決議には、現行水準が維持され、万が一にも国民の利便に支障が生じないよう万全を期すことというふうになっておりますけれども、今回ですね、郵便法では送達日原則3日以内、送達頻度が週6日以上という規定がですね、原則4日以内、そして送達頻度も週5日以上というふうに、実質的にはユニバーサルサービスが交代をするという内容になっております。で、大臣の認識をお伺いしたいんですけれども、郵便のユニバーサルサービスの確保ということをよく政府も言われるんですけれども、そこには水準の確保、ネットワークだけではなくて、水準の確保というのも含まれているのではないかと思いますけれども、ご認識を伺いたいと思います。武田総務大臣。郵便法では、ユニバーサルサービスとして、郵便の役務をなるべく安い料金であまねく公平に提供することとされております。日本郵政公社の発足時の整理によれば、ユニバーサルサービスの水準については、将来の社会経済動向、またニーズ動向などを踏まえ、適宜見直しが図られるべきものとされております。本村君。2015年のユニバーサルサービスの現状についてという資料も出させていただいておりますけれども、そこには配達に関わる部分も書かれているわけでございます。で、2015年の郵便法、新書便の議論の際にですね、ユニバーサルサービスについて、高市大臣は文書における、通信手段であります新書便の送達という事業は、国民の思想、表現の自由に密接な関わりを持っておりますし、大変重要な分野だと、で、基本的な通信手段としてきっちりユニバーサルサービスを確保すること、憲法で保障された通信の秘密を保護するという観点がございます。夏に出てくる答申、これをしっかり踏み込んで、ユニバーサルサービスを確実にキープしていくための方策について、総務省としてもしっかり取り組みを進めてまいりますと答弁をされておりました。そして、別の答弁でも高市大臣はですね、新書の送達というのは国民の基本的な通信手段として、非常に大切な夏の答申を待って、しっかりとユニバーサルサービス確保のために必要な対応をしてまいりますというふうに述べておられました。
で、2018年の、郵政事業ユニバーサルサービス確保に関する議論の際にはですね、郵便ユニバーサルサービスの維持について、私が質問したことに対して、野田大臣は、ユニバーサルサービスは日本郵便が収益力の強化やコストの削減などの経営努力により提供していくことが基本、総務省としても引き続き日本郵便の取り組み状況をしっかりと注視してまいりますというふうな答弁をされました。で、結局、その今回のユニバーサルサービスの後退っていうのは、分社化をして、そして民営化を進めてきた結果ではないのかと。で、日本郵便の収益力の強化ですとか、コスト削減に任せてきた、その結果ではないのかというふうに思うんですけれども、大臣のご認識を伺いたいと思います。武田総務大臣。郵政民営化の趣旨を踏まえれば、郵便のユニバーサルサービスというものは、日本郵便の経営努力により提供していくことが基本だというふうに私どもは考えている。今般の改正法改正については、デジタル化の進展による郵便物数の減少傾向、また労働力確保の観点からの働き方改革への対応など、郵便に対するニーズの変化、社会環境の変化を踏まえて必要となったものであります。本村君。結局、分社化をして民営化を進めてユニバーサルサービスは後退しているというわけでございます。で、人手不足の問題についてもお伺いしたいんですけれども、2019年9月の情報通信審議会の答申では、こうした状況、運輸、郵便業界は人材確保が非常に厳しい状況は数年にわたり継続しており、日本郵便では人手不足が常態化しているというふうに書かれております。で、2015年6月の、郵便法等の改定の質疑の中で、吉良よし子参議院議員が、春闘のアンケートを挙げてですね、職場への不満、不安としてダントツで要員不足が挙げられていることを指摘をしてまいりました。しかし、日本郵政常務執行役の坪井さんはですね、郵便物流業務の運行に必要な要員は絶対確保しないといけない、必要な要員数はおおむね充足できているというふうに答弁をされました。で、2018年6月、私も質問をさせていただきました。日本郵便が非正規雇用の労働者を65歳で一律雇い止めにした問題で、低い賃金で働かされて、退職後の暮らしが本当に大変になっている問題を取り上げて、引き続き働けることができるようにすることですとか、人員の確保の努力をするべきだというふうに申し上げました。これに対して、日本郵政の常務取締役の、常務執行役の谷垣さんは、人手が足りないというよりも、現在の要員で、勤務等を、長勤等を使ってやりくりしていると、今後の状況等を踏まえ、労働政策について考えていきたいというふうに答弁をされました。で、2018年の、私に対する日本郵便のレクチャーの時もですね、人手不足ということはお認めになっておられませんでした。で、人手不足が常態化という認識はいつ、どのような状況で、日本郵便としては認識をしたのか、郵便の内勤と外勤、そして荷物の内勤と外務で、それぞれお答えいただきたいと思います。日本郵政株式会社、諫山常務執行役。日本郵便といたしましては、荷物と郵便物の配達要員によります総合応援などによりまして、現状、総体としてはなんとか必要な労働力を確保しているところでございますけれども、安定的な業務運行確保のために、業務量に応じて、超過勤務や非番、週休出勤での対応も行っている現状にあるというふうに認識しております。郵便物や荷物の取扱数につきましては、郵便物は減少する一方で、荷物につきましては、e コマース需要により増加傾向にあるところでございますけれども、特に外務の配達社員につきましては、運転免許等の資格が必要であることもあり、その安定的、継続的な確保が大きな課題となっているというふうに認識をしております。本村君。はい、実態はですね、人手が足りていないのに、
経営判断としてですね、人を増やすことをちゃんとやらずに、まあ、足りない矛盾を長勤とか休暇、休日の出勤を押し付けてやってきたということだというふうに思うんです。まあ、この日本郵便の責任については、どのようにお感じになっておられますでしょうか。日本郵政株式会社、諫山常務執行役。先ほどご答弁申し上げましたとおり、まあ、現状といたしましては、総体としてなんとか必要な労働力は確保しているものの、まあ、安定的な業務運行確保のために、まあ、業務量に応じて、超過勤務や非番、週休出勤での対応も行っているところでございます。まあ、しかしながら、近年の、まあ、労働力需給の逼迫、あるいは将来の、生産年齢人口の減少の見込みを踏まえますと、まあ、将来的にはますます労働力の確保が困難になることが予想されております。このため、業務量に応じた安定的、継続的な労働力の確保、要員配置が、まあ、経営課題、重要な経営課題であるというふうに認識をしております。このため、まあ、現状におきましても、正社員につきまして必要数の確保に尽力しておりますほか、基幹雇用社員につきましても、まあ、地域ごとの状況を踏まえた募集活動や、まあ、定着に向けた取り組みを行ってきているところでございます。引き続き業務量の動向を踏まえつつ、必要な労働力の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。本村君。はい、相対的ということで、ごまかしてはいけないというふうに思うんです。でずっと現場の皆さんからは、人手が足りないということを声を上げてこられたのに、まあ、誠実に向き合わなかったわけでございます。で現場の働く方々の声をですね、本当に大事にするべきだというふうに思います。で今回の法改正ではですね、木曜日出した郵便物が、今は金曜日に着くんですけれども、まあ、月曜日に着くということになってまいります。で月曜日に荷物が集中するのではないかということが心配をされているんですけれども、月曜日の増員については、どのように、対策を取るんでしょうか。日本郵政株式会社、諫山常務執行役。ご答え申し上げます。まあ、現在でも、まあ、月曜日の配達は他の曜日と比べまして、まあ、配達部数が多いところから、まあ、各郵便局におきまして、配達担当者を増配置して対応しているところでございます。委員ご指摘のとおり、まあ、今回の郵便制度改正によりまして、まあ、現在よりも月曜日の配達部数の増加が見込まれておりますので、まあ、それを考慮した上で、まあ、月曜日の配達担当者の増配置を計画していくという予定でございます。本村君。しっかりと人をつけるべきだというふうに思います。で今回の法改定では、また夜勤を前提とする郵便の翌日配達は書き留めですとか速達等に絞ることとなってまいります。で先ほど相対的に人は足りているというふうに確保していると言っていたんですけれども、一方でですね、雇用必要数と確保数が慢性的に乖離、募集に対して応募が半分程度しか集まらず、特に夜勤、深夜勤の内務作業担当の確保が困難という状況を日本郵便が訴えられ、そして答申にも触れられているわけでございます。で夜勤、深夜勤は非常に過酷なものですから、よほどの条件でなければ応じられないというふうに思うんです。でこの民営化に向かう公社化のときにですね、校舎のときに、仮眠時間もなくして、労働時間を、まあ、短縮する一方で、4日連続の勤務も行えるようにする、そういう深夜勤制度を導入したりしておりまして、働く人たちの暮らしとか健康に重大な影響を、まあ、これまでも与えてきたわけでございます。で日本郵便のその郵便事業の効率化をですね、より過酷な夜勤で進めてきた経営姿勢が問題だったというふうに思っております。で、働き方改革ということを言うわけですけれども、本当に労働条件が良くなるのかということも見ていかなければならないというふうに思います。ユニバーサルサービスを削って、荷物の方に人をシフトさせるというのは、経営の都合ではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。日本郵政株式会社、諫山常務執行役。
お答え申し上げます。今回の郵便制度改正によりまして、再配置可能となる要因につきましては、一部人手不足により、郵便分野に残る部分もございますけれども、他の多くは今後成長が見込まれる荷物分野へ再配置することを考えているところでございます。この取り組みにつきましては、これから伸びていく郵便分野における事業の拡大を目指すことによりまして、全体として、会社全体としての経営基盤の強化を図ることによりまして、反射的な利益として郵便サービスの将来にわたる安定的な確保も可能になるということで考えているところでございます。本村君。次に深夜勤務をされている人のうち非正規はどのくらいの割合でしょうか。内勤外務それぞれトータルでお示しをいただきたいと思います。日本郵政株式会社諫山常務執行役。お答え申し上げます。深夜帯におきまして、郵便物の区分作業等に携わる社員につきましては、現在全国で1日あたり約8700人配置しているところでございます。内訳といたしましては、正社員が約2000人、基幹雇用社員が約6700人となっております。本村君。非正規の方々が 77%深夜勤務で支えてくださっていたのだというふうに思います。で、資料の3に日本郵便の資料を出させていただきましたけれども、内勤の深夜勤務帯における、郵便の区分業務等の担当社員、先ほど言われた8700人のうち3100人は速達書き留め発着処理の深夜勤務帯に残すということですけれども、5600人のリソースの再配置が可能とありますけれども、郵便と荷物の昼勤にそれぞれ何人ずつ再配置するのか、そして荷物の深夜勤に何人再配置する予定なのかお示しをいただきたいと思います。日本郵政株式会社諫山常務執行役。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、約8700人のうち再配置可能な人数は約5600人と見込んでいるところでございます。この内務の深夜勤帯勤務者の中間帯の業務等への再配置につきましては、荷物の増加状況、それから郵便物の大型化の動向、社員の意向等を踏まえまして、決定していく予定でございますことから、現時点におきまして、業務ごとの再配置予定人数を申し上げることはできないところでございます。本村君。そういうお答えでは、本当に働き方改革になるのかということが、分からないわけでございます。結局、荷物の深夜帯の方に行くっていうことになればですね、その働き方改革という面でも問題だというふうに思っております。で、8700人の内訳のうち、その基幹雇用社員が6700人 77% ということで、大変な業務を支えてこられた働く人たちがこの法案を機にですね、仕事を失うということがあっては絶対にならないというふうに思いますし、給与が削減されるなど招かないためにも慎重な対応が必要だというふうに思っております。で、生活を成り立たせるために、深夜で働かざるを得ない非正規の方々がいるわけですけれども、そういう方々を含め働く人たちの手取りを減らしてはなりませんし、手取りを減らさない方策を取らないといけない、そして仕事を失うことがないようにということをぜひお約束いただきたいと思います。日本郵便の社長にお願いしたいと思います。日本郵政株式会社鬼怒川取締役。先生ご指摘のとおり、現在の働き方を前提として生活設計をしている社員の方の中には、引き続き深夜帯の勤務を希望する非正規社員の方もいると認識をしておりまして、あらかじめ意向確認を行った上で、希望する方については深夜帯の荷物や速達等の端務へ配置するなど、雇用に関わることがないよう一定の時間をかけて丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。また深夜帯から昼間、中間帯にシフトする場合に、夜勤手当が支給されなくてにつきましては、意向確認時に丁寧に説明をしてまいりたいと考えてございます。
本村君。仕事を失うことやですね、手取りが減るようなことはあってはならないというふうに思いますので、そこの対策はしっかりとやっていただきたいというふうに思います。で、人手不足を解消していくというためには、やはり労働条件を引き上げることが必要だというふうに思います。で、先ほど来ご議論がありましたように、その正社員で雇用をしていくということが必要だというふうに思っております。で、昨日もですね、そのインターネットの求人情報で、銀座郵便局の時給などを調べさせていただきましたけれども、例えば自動車による配達等で時給1280円ですとか、あるいは郵便局の窓口スタッフ1040円ということで、東京の最低賃金1013円ですから、最低賃金のもう本当に際にギリギリのところにいらっしゃるということで、例えば時給が例えば1280円としても、1800時間働いても、年間230万円ということで、ワーキングプアなわけでございます。やはり正規を増やすということと同時に、非正規の皆様方の労働条件を上げてですね、賃金を増やして、人手を確保するしかないというふうに、方策は思うんですけれども、ぜひそれやっていただきたいと思います。日本郵政株式会社諫山常務執行役。お答え申し上げます。昨今の労働力市場の情勢から、近隣の他社の雇用単価が上昇するなどしていたしまして、機関雇用社員の確保しづらい地域、これがあることは事実だというふうに認識をしております。このため地域ごとに市場環境に対応した時給単価を設定することなどによりまして、必要な労働力確保に努めてきているところでございますけれども、さらにこういった取り組みを強化してまいりたいというふうに思います。本村君。正社員の雇用についてもっと進めていただきたいというふうに思います。で、2018年、正社員化を進めるというふうには、経営計画の中にも書いてあるんですけれども、しかし、いただいた資料の中で、2018年、2019年度、比べてみますと、郵便コースのですね、正社員登用は減っております。また新規採用も2018年度、2019年度を比べますと減っております。ぜひ正社員の割合を増やしていく、正社員を増やしていく、そのことをお約束いただきたいと思います。日本郵政株式会社諫山常務執行役。正社員と機関雇用社員につきましては、それぞれ期待される役割を定めまして、それに基づくあるべき配置領域および配置数を決定しているところでございます。しかしながら、安定的な業務運行を確保し、ユニバーサルサービスを将来にわたり確保するためには、一定の正社員数の確保は必要不可欠というふうに考えているため、新規採用だけではなく、正社員登用や必要に応じて中途採用を実施しつつ、必要な正社員数の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。本村君。労働条件を引き上げることでしか、人手不足は解消できないというふうに思いますので、ぜひ労働条件の引き上げに全力を挙げていただきたいというふうに思っております。で、総務大臣に次にお伺いをしたいんですけれども、サービスの問題に戻らさせていただきます。視覚障害者の方々からですね、この法案がこの国会で通されようとしていることを知らなかったと。で、国はユニバーサルサービスを守ると言ってきたのに、土曜日、配達をなくしてしまうのかというお声ですとか、展示出版物を発行している方からはですね、仕事をしているんだけれども、その展示出版物のですね、納期が早まったり、土曜日やめるということで、納期が早まったりするんじゃないかというご心配や、また図書館から図書を借りておられる方はですね、視覚障害者の方、身体障害者の方、いらっしゃるわけですけれども、利用する機会が減ることになるのではないかと、障害者の方々の郵便については、土曜日も配達してほしいというお声をお伺いをしております。で、そもそもですね、この法案を作るにあたり、障害者の方々のお声を聞いていないというふうに聞いておりますけれども、
まあ、ぜひ障害者団体、視覚障害者団体当事者の方々に広く意見を聞いてですね、少なくとも障害がある方々が不便になったり、料金が高くなるようなことがないように、サービスの後退はさせないようにですね、大臣に約束をしていただきたいと思います。武田総務大臣。今回の法改正に関する内容を議論した、情報通信審議会におきまして、この論点整理案と答申案の2回パブリックコメントを行いました。で、その中で障害者団体からの意見提出はございませんでした。ただ障害をお持ちの方が低廉な料金の第3種第4種郵便物を利用されていることは承知をしておりまして、今般の法案はさまざまな社会環境の変化、郵便に対するニーズの変化等を踏まえ、こうした郵便物を含む郵便サービスを将来にわたり安定的に提供していくために必要な見直しであると考えております。本村君。私どもはやはりユニバーサルサービス交代させてはならないということで、一体的一社体制でやはりユニバーサルサービスを守るべきだと、公的事業体として位置づけるべきだということを改革の提案として提案させていただいております。ぜひユニバーサルサービスをしっかりと守っていくためにもご尽力いただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。